はい、おはようございます。自由民主党の長谷博史です。まず登戸の通学路通り魔事件について質問します。全く罪のない犠牲者、被害者、ご遺族に対し心からお悔やみ、お見舞いを申し上げます。通学路の安全確保は行政の大きな責任です。想定外ともいえる今回のような事件が二度と起こらないように文科省としての対策を伺います。柴山文科大臣。去る28日に神奈川県川崎市において発生した事件につきまして、亡くなられた方やご遺族の方に心からお悔やみを申し上げるとともに、負傷した方々の一刻も早い回復をお祈り申し上げます。事件を受け、一昨日登下校時の子どもの安全確保に関する関係閣僚会議が開催され、総理から徹底した捜査による全容解明と関係省庁との情報共有、通学路の安全確保の徹底、不審者情報の共有と迅速な対応の徹底について早急に取り組むよう指示がありました。昨日開催された各都道府県の学校安全担当者を集めた会議においても、私から直接登下校時を含む学校の安全確保に万全を期すよう各自治体においても取り組むよう依頼をしたところです。今回の事件は集団登校の集合場所で発生したという特異な事案であることも踏まえ、さらにどのような対策が取りうるのか、総理からのご指示も踏まえ、緊急的な対応、中長期的な対応の両面から速やかに検討して関係省庁や自治体と連携しながら、二度とこのような悲劇を繰り返さないように取り組んでいきたいと考えております。委員長。長谷博史君。自殺をした犯人は51歳、報道では長らく引きこもりをしていたと言われております。若年者ばかりではなく中高年の引きこもり対策についても政府として実態把握やアウトリーチなどの支援の取り組みが必要と思われます。もちろん引きこもりをしていた人が皆がこういうような事件を起こすわけではないというのはもちろん重々理解しておりますが、この対策といったものはですね、今後関係省庁等も取り組む必要があると思っております。現状認識、課題、対策を伺いたいと思います。内閣府福田大臣官房審議官。お答えいたします。内閣府では引きこもり状態にある方の実態を把握するため、昨年12月に全国の満40歳から満64歳の方を対象に生活状況に関する調査を実施し、本年3月にその結果を公表したところです。この調査結果についてお答え申し上げますと、引きこもり状態にある者の出現率は有効回収票の 1.45% で、推計数は 61.3 万人でした。厚生労働省矢上大臣官房審議官。厚生労働省からお答え申し上げます。まず今回の事件は大変痛ましい事件であり、二度とあってはならないものであるというふうに考えてございます。一方で事件の詳細は現在捜査中でございますので、事件の背景も含めて事実関係が明らかでないという中で、先ほど委員もおっしゃられましたとおり、事件と引きこもりを安易に結びつけるということには極めて慎重であるべきというふうに私どもも考えてございます。その上で一般論として引きこもりの方への支援策、課題等についてご説明をしたいと思います。今回の内閣府の調査結果からは、引きこもり状態にある方の高齢化、あるいはその期間が長期に及んでいるといったことがうかがえます。引きこもりの方への対応は、支援が必要なすべての方に必要な支援を着実に届けるということが原点でございます。それぞれの世帯や個人の状況に応じたきめ細かい支援を実施し、多様な社会参加を通じて社会とのつながりを回復をしていただくと
ということが重要な柱であるというふうに考えてございます。でこのため厚生労働省では引きこもり地域支援センターをすべての都道府県指定都市に設置をし、年齢にかかわらず引きこもり状態にあるご本人あるいはご家族からの電話や来所による相談、家庭への訪問支援などを行い、早期かつ適切に関係機関につなぐ体制といったものを構築をしてございます。また多様な社会参加、就労に向けた支援をさらに拡充させるというために、生活困窮者自立支援制度に就労準備支援事業という事業がございます。ここにおきまして、訪問支援、アウトリーチなどによる早期からの個別支援を重点的に実施をする、また地域若者サポートステーションとのワンストップでの支援のモデル事業を実施する、また引きこもり地域支援センターによるバックアップの機能を充実するなど、相互連携を強化をしていく、また市町村によります引きこもりの早期発見支援につなげるための居場所あるいは相談窓口の拠点づくりなどの取り組みを進めてございます。加えてでございますが、一昨日ですが、厚生労働省では2040年を展望した社会保障働き方改革本部の取りまとめを公表しております。その中でまず就職氷河期世代の方々の活躍の場をさらに広げると、そのために厚生労働省の支援プランというものを策定をしまして、引きこもり状態にある方をはじめとする社会参加に向けた支援、より身近な場所で相談を受け止め支援ができる相談支援体制の構築、中高年の方に適した支援の充実などを掲げてございます。さらに地域共生社会、この実現に向けまして世帯の複合的なニーズですとかライフステージの変化に柔軟に対応できるような包括的な支援体制の構築、これに向けた方策を検討することとしてございます。こうした施策を組み合わせて支援を必要とする方が社会とのつながりを回復できるように全力を挙げて取り組んでまいりたいと、このように考えてございます。委員長、長谷博史君。これは政府を挙げて、また地方自治体とも、また地域の社協とも連携しながら取り組む必要があるという認識を私も持ちましたし、この40歳から64歳までのいわゆる引きこもりと言われる方々が 61.3 万人、これ65歳以降の方も含めるとですね、おそらく100万人近くになるのではないかと。で外国人労働者をこう大幅に入れざるを得ない国策と言いながらですね、一方ではこういう我が国においてですね、100万人単位のこの引きこもりの方々が現状いると、その方々に対するですね、支援、地域とのつながり、また就労への支援、ここはやはりより重要視していかないと社会問題化していくのではないかと。たまたま今回はこの凶悪の事件ということでクローズアップされておりますが、そうではない問題としても雇用の問題、また障害教育の観点からも私は取り組む必要があるのではないかと思いますが、この大臣の見解を伺いたいと思います。柴山文科大臣。今内閣府の方から答弁があったとおりではありますけれども、今ご指摘があったとおり、これはあらゆる世代においてですね、この引きこもり等の対策ということが、今大きく問われているというように思います。親御さんも、大変お元気で長生きする、事例がたくさん出てくる中でですね、どのようなことができるのかということを、今のご指摘も踏まえてしっかりと文部科学省としても検討していきたいと考えております。委員長。長谷博史君。社会教育という観点、障害教育という観点からも私はアプローチができるのではないかと思いますのでお願いいたします。次に、文科省のキャリア官僚が覚醒剤大麻の所持で逮捕されました。あろうことか職場の捜索で注射器なども発見されたとのことです。天下り問題、裏口入学問題に続き言語道断と言わざるを得ません。大臣の認識はいかがでしょうか。事実が明らかになり次第、本人はもとより責任のある方々にも厳罰な処分が必要と考えますが、大臣の見解をお伺いいたします。柴山文科大臣。一連の不祥事によって国民の信頼を失った文部科学省において、このように再び行政に対する国民の信頼を失う事案を職員が引き起こしたことを
お詫び申し上げます。現在文部科学省創生実行計画に基づいて私を本部長とする文部科学省改革実行本部において組織風土改革、職員の意識改革など信頼回復に全省を挙げて取り組みを進める中でこのような事案が起きたことはまさに言語道断でありまして、5月29日に職員に対して本例遵守の徹底について私からの訓示を伝えたところであります。文部科学省としては捜査当局が行う捜査に全面的に協力するとともに、この事態を深刻に受け止め綱紀の粛正を徹底し国民の信頼回復に向けて全力を挙げてまいります。他方全職員を対象に職員の抱えている公私を問わない悩みなどの相談を受ける体制の抜本的強化も併せて行っていきます。委員ご指摘の懲戒処分については非行為を行った職員本人への事情聴取も含め事実関係の確認を行うことが不可欠であり、確認が取り次第厳正に対処してまいります。長谷東君。次にですね、5月1日ローザンヌのスポーツ仲裁裁判所キャスにおいて陸上女子 中距離選手のキャスターセメンヤ選手の訴えを棄却するという事案が起こりました。 DSD 性文化疾患に関する問題です。女子選手のテストステロン値を制限する国際陸連の新規定に対して異議を申し立てていた一件です。キャスの裁定によりテストステロン値の高い女子選手は今後治療などで数値を下げなければ特定の大会などで女子選手として出場できなくなりますので女子差別人権問題と言わざるを得ません。この問題についてのスポーツ庁の現在の見解を伺います。スポーツ庁としても来年の2020オリパラ東京大会を踏まえ人権や女性アスリート問題として調査、情報収集、研究、広報、啓発活動を行うべきではないかと思いますがいかがでしょうか。スポーツ庁、今里次長。お答え申し上げます。委員ご指摘の女子選手のテストステロン値を制限する国際陸連の新規則につきまして南アフリカのセメンヤ選手、それから南アフリカ共和国の陸上競技連盟がスポーツ仲裁裁判所キャスに訴えていた件につきましては今ございましたように5月1日にセメンヤ選手らの訴えを退ける判断が示されたことは承知しております。このスポーツ仲裁裁判所はスポーツ界における国際的な仲裁機関であり、その判断はスポーツ界に対して大きな影響力を持つと受け止めておりますけれども、一方で、セメンヤ選手らがスイスの連邦裁判所に対して、この国際スポーツ仲裁裁判所の判断についての異議申し立てを行ったという報道もございます。スポーツ庁としては、この動きを引き続き注視してまいりますと同時に、性文化疾患 DSD につきましては特にアスリートについて出現率が高い、こういったデータもございます。スポーツ界においても適切に理解することが必要だと考えているところでございます。また人権等の観点からも非常にこれは難しい問題だと捉えておりますので、セメンヤ選手らの申し立ての動向も踏まえつつ関係者に対する情報提供や啓発活動について検討していきたいと思っております。委員長。長谷博君。異議申し立てがあったということですから、今後もフォローアップをまずお願いいたします。その上で、もうおそらくスポーツ医科学の分野における問題なので、我が国にもスポーツ医科学に関する学会等がありますので、そちらの方でやっぱり文科省もですね、スポーツ庁としてもしっかりと予算付けをしてですね、基本的な情報収集、調査、研究、またエビデンスに基づく見解を我が国としても出せるように、また今後我が国の女子選手に対してもこういったような指摘がなされないとも限りませんし、現在でもこの問題に悩んでいる選手がいるかもしれませんので、そのことについて
やっぱりぜひ取り組んでいただきたいということをまず申し上げておきたいと思います。その上でもう一点、陸上競技の女子中距離選手の鉄剤注射問題についてドーピングの疑いもあるのではないかとこのように指摘されておりましたが、スポーツ庁としての現在の見解を伺います。柴山文科大臣。昨年12月に報道がありました高校駅伝の強豪校など陸上選手の失礼しました、陸上競技の女子選手を中心とした不適切な鉄剤注射については選手の健康を害する危険があり重大な問題と認識しております。このため本年1月11日に各都道府県のスポーツや学校の主管科各競技団体等に不適切な鉄剤注射の防止に関する文書を発出するとともに厚生労働省及び日本医師会とも連携をしてそれぞれから関係者に対して周知を図っていただきました。また日本陸上競技連盟においては昨日鉄剤注射に関するガイドラインを公表し引き続き不適切な鉄剤注射の根絶に向けて取り組んでいくと伺っております。なおですね、世界ドーピング防止機構が定める世界ドーピング防止規定においては鉄は禁止物質には含まれておらず通常の鉄剤注射では、禁止方法にも該当しないため、違反には当たらないということでございます。しかしながら、引き続き競技者が安全安心に健康を害することなく競技に取り組めるよう、日本陸連をはじめ関係者と連携を図りつつ、適切に対処してまいりたいと考えております。委員長。長谷博君。この問題についてスポーツ庁の次長ではなく大臣として、見解を出し答弁いただいたことにまず感謝申し上げたいと思います。歴代文部科学省の副大臣はWADA 世界アンチドーピング機構の理事を務めることになっていて我が国はとりわけアジアのリーダーシップを取って検査体制の支援人材の養成配置などですね大変貢献してきたことは言うまでもありませんしまたこれは女子選手の健康問題そして10代の選手がですね競技力を高めるために使っているといや使わされているあるいは使わざるを得ない脅迫観念に襲われるといったですね競技力を高めるために鉄剤注射が利用されているといった側面があったことは否めません。だからこそ日本陸上競技連盟においても深刻に受け止めてですね、ドーピングではないんだけれども、放置しておくとドーピング的なですね、健康を害する事案またルール違反を放置するような状況になるので、自らですね、規制をに取り組んだとこういうふうな認識をしております。改めてですね、いち早くこれに取り組んでいただいたことには感謝するとともにスポーツ庁ばかりではなくですね、これは健康の問題で言えば厚労省もそうですし教育の問題でもありますのでこのことが十分に周知されるようにですね、ぜひ取り組みをお願いしたいと思います。ちょっと時間は早いのですがまた大体この辺りで時間となりますので私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。次に